大位。大位、対位は、君主がその地位を手放すことである。退位義語は即位。権力を手放すかどうかは、ケースバイケースである。しばしば上位と混同されるが、その意味合いは異なる。通常、革命や憲法や法律などによって、君主制が廃止されない限りは、自動的に継承者に譲り渡すことになる。君主の地位の継承は2種類あり。 君主の死によって継承される場合は、大位と言わず、君主が生きているうちに、地位権力を手放すことを、大位という。また、君主自身の意志ではなく、革命や憲法などで他人が、君主から、地位権力を剥奪することは、廃位、エドスロンメントという。ただし、この場合でも剥奪した側は、大位を装うことがある。2016年。 平成28年7月13日の第125代天皇、秋人の意向を示す、主要各紙や放送各局の報道では、生前退位の表現が多く用いられた。しかし、生前という言葉はその人物の死後を前提として使用するため、存命の人物に対して、生前という言葉は比例にあたり、本来不適当なものであるとされる。通常、 存命の人物に対して用いる語は上位とするのが適切である。中世ヨーロッパ世界において、君主が生前に対する事例はいくつも見られた。ただしそれは主に、清掃に敗れての強制的なものだった。イングランド王国を例にとると、エドワード二世、1327年、リチャード二世、1399年が挙げられる。革命で君主の座を追われる事例も、 近世以降には見られるようになった。同じく、イングランドでは、名誉革命で亡命した、ジェームズ2世、1688年が、代表例である。また、君主自身のスキャンダルを理由とする大位も、近代以降には生じるようになった、バイエン王国のルートビヒ一世、イギリスのエドワード八世など、君主自身の高齢化や健康状態を理由とする、上位は、 古くは神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール五世位、などの例も見られるが、状態的になったのは、ヨーロッパでも二十世紀以降である。その講師となったのは、九百四十八年九月に退位したオランダのウィルヘルミナ女王で、六十八歳の時に王位を長女のユリアナに譲った。女性君主から実施への上位と見るならば、アラゴン女王、ペトロニラやカスティーラ女王ベレンゲラなど、 中世からしばしば見られるが、これらの場合は弾王への上位である。大位について、憲法に規定のある国が多い。日本、イギリス、スペインは、特別法によって大位している。また、憲法、法律の規定を根拠としないで大位している国の例もある。カタール、ブータン、ベルギー。日本では、皇玉天皇が、弟の皇徳天皇に行位を譲った例を再こと、 する。なお、ここ松天皇は、南北朝合一によって二度上位を受けている。上位した天皇には、大上天皇、上皇の尊号が建てつられることが通例である。平安時代以後の慣例として、上位する天皇が上位の戦明を宣布する儀式、譲る国の儀とその後に行われる継承者への剣事を引き渡す儀式、剣事と行の儀の二つを中心として、儀式体系が生まれてきた。 陰世紀に皇室の長たる地位が天皇から自典の君に移ると天皇は早くに上位し、制度、監修により身動きの取れない天皇に比べて自由な立場の上皇、陰として政治に参与ることが状態となった。また同時に何人もの上皇が存在することも多く、通常は即位及び上位時期の最も早い上皇、本院が自典として朝廷を支配した。 第二本帝国憲法下では、1889年、明治22年に制定された、旧皇室天範と当局令で、皇位継承は天皇の法御を前提としているため、存命中の大位はできないと解釈されていた。現在の日本国憲法、皇室天範下においても、皇位継承は天皇の法御を前提としており、長らく大位に関する規定は存在しなかった。 皇室天翻で天皇の大位、上位が認められていなかった理由として、というものがあり、それらの懸念から大位を認めていないとされていた。しかし2016年、平成28年8月8日に、秋人、当時、天皇の大位の意向を滲ませた、お言葉が発表され、その内容に、国民も理解、共感をしていることから、皇室天翻第4条に対する特例法として、 天皇の大位等に関する皇室天範特例法が国会で成立し、2017年、平成29年6月16日に、公布、2019年、平成31年4月30日に施行され、秋人はこの日限りで大位、翌日交代し、なる人新皇が即位した。大位特例法の中で、第125代天皇である秋人に対し、 法律の施行の日限り退位し、直ちに上皇となることが明記された。また、上皇の新設に伴い、道子、当時、皇后に対しても、新たに、上皇皇が設けられ、宮内庁に、上皇職並びに、上皇自重庁及び、上皇自重次長、特別職を置く、不足第十一条こと決定した。灰、はい、や王朝の滅亡を除けば、 中国史上の皇帝で自発的に退位した例は少ない党の幻想、北宋の基層など、最も新しい例は、権隆六十年、千七百九十五年に退位し、大上皇となった清の権隆帝で祖父皇帝,帝の在位年数を超えないためという名目であった。ただし、当時八十四歳の権隆帝はなお実権を握り続けたため二重権力状態となり、 県立帝の廊下もあって朝廷は大いに混乱した。イギリスでは、君主が健康である限りは、上位という慣例がなく、君主に支障が生じた場合にも、皇太子を摂政に据えて、職務を代行させている。グレートブリテン王国成立以降の国王で退位したのは、エドワード8世のみである。1936年、離婚経験がある。 アメリカ人女性をリス・シンプソンと結婚するため、即位後1年を待たず退位した。王冠をかけた恋として有名である。現在の女王エリザベス2世は年と、高齢ながら、イギリスで退位議論は起きていない。理由として、ということが挙げられる。オランダでは19世紀においてすでに、ウィレム1世が退位し、ウィレム2世が王位を継承した例がある。 さらに遡ると、ウィレム一世は、オラニエ公の地位とオラニエナッサウ家の家を、ウィレム五世公から、上位されている。第二次世界大戦後の王位継承はすべて、国王の大位によるものである。1975年の王政復古で、スペイン国王に即位したフアンカルロス一世が高齢、76歳であること、皇太子が、王位継承の準備ができており、大位は、 安定的な王位継承に資することを理由に、2014年に大尉の文書に署名し、大尉を表明した。スペイン議会も大尉を可決したため、王大使フェリペが新国王に即位し、フェリペ6世となった。ベルギーでは、第二次世界大戦後に二度の大尉が行われている。スウェーデンでは、17世紀のクリスティーナ女王が1654年に自発的に大尉し、 いとこのカール10世が新国王となった。クリスティーナは退位後にプロテスタントからカトリックに改修し、外遊をして当時の知識人と交流するなど教養人としての余生を送った。18世紀のウルリカ・エレオノーラ・ジョーも1720年に自発的に退位し、夫のフレドリク一世が代わって即位しているが、これは議会による。 国王権力への制限に対する不満によるものであった。ルクセンブルクではオランダからの独立以降、第一次世界大戦直後に一度、第二次世界大戦後に二度の退位による対抗意継承が行われている。クウェートでは2006年1月22日付の閣議の文書にシェイクサード・アブダルター・サーリム・サバーハ首長が健康上の能力を失っているため退位。 ヨルダンでは、タラール一世国王が病気のためこれ以上の執務は、不可と議会が判断された位した。カタールでは、ハマド首長が、我々の国家の歴史の新たなページをめくる時が来た。強力な潜在性と創造的資料とともに、新しい世代が進んで責任を担おうとしている。と宣言したいした。ブータンでは、ジグミシンゲワンチュク国王が、2008年には、 初の総選挙が行われ、憲法が成立し、立憲君主制に移行するので国王は、最高の能力を持って国に仕えるために、可能な限り多くの経験を積むことが必要かつ、重要であるためと表明し、2006年に直令を出して退位、ジグミ・ケサルナム・ゲルワンチュク王子が新国王に即位した。カンボジアでは、2004年に、ノロドムシュハヌーク国王が退位し、 ノロドムシハモに王子が深国王に即位した。同一王朝内で退位が比較的平穏裏に行われた場合、退位した元君主やその親族は旧来と同等の礼遇をもって接することが訳されることが多い。東アジアでは大上皇、大上天皇といった尊皇が建てつられることが通常で旧神とのつながりや君主との不死関係を背景に権力を保持することもある。 同一王朝内の大意でもクーデター的に大意に追い込まれた場合は、遊兵されたり尊号が立てまつられない場合もあり、死後に諸人扱いを受けることもある。三脱を狙う献身によって単位させられた場合は、殺害されることもある。また、ローマ帝国の皇帝は五体満足であることが要件であったため、福井することがないよう、コンスタンティノス六のように体に損傷を与えられることもあった。 王朝交代を伴う大位では、ギガ五冠にとって変わった際に、五冠の検定が、最要項として、貴族となった例など、旧王朝の君主が新王朝の貴族となった例も、複数あるが、反乱勢力に衰退されることを恐れて、旧皇族や旧王族ともども皆殺しにされる例も、少なくない、朝鮮の高麗王朝の王家一族、ロシアのロマノフ王朝のニコライ二世一家、など、 スペイン王国、ヨルダンハシェミット王国、ブータン王国、ベルギー王国は名誉的に単位前の国王の称号を使用し続けている。また、オランダ王国では国王即位前の称号、プリンス、プリンセスを使用している。イギリス、カタール国では新たな称号が付与されている、ウィンザー公爵、国府。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。